トーマス・バークはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。1896年アテネオリンピック男子100メートルと400メートルの2種目を制した選手である。バークはボストン大学の学生で400メートルと440ヤードでは国内のタイトルを取るようなランナーであったが、1896年アテネオリンピックに出場するときにはそんなに、 注目されるような選手ではなかった。多くのトップ選手が欠場する中、バークは100メートルで優勝し、周囲を驚かせた。またさらに注目を浴びたのが、彼のクラウチングスタートであった。今ではこのスタートが標準であるが、当時は普及していなかったのである。バークは予選、決勝とも12.0秒のタイムを出している。また、バークは、 彼の得意種目であった400メートルも出場し、優勝している。予選を58.4秒、決勝を54.2秒で走り、共にトップでゴールしている。オリンピック後、バークはもっと長い距離に専門を移している。1897年には、アテネオリンピックのマラソンの成功に感化され、毎年度行われている、ボストンマラソンの創始者の一人となった。後に、バークは、 弁護士となったが、時にはスポーツ記者や陸上競技のコーチをすることもあった。ありがとうございます。